来るたびにこの山が大きくなってる気がするよ。そうか、同じに見えるけど。ここで育ったからだよ。縮んで見える？確かにそうかもな。携帯の電波塔はいつ建てるのさ。禁断症状が。100万ドルくれたらすぐにでも作ってやるぜ。そう言われると思ってね。ああ、違うジャケットだったかな。残念。よう、みんな、トラブルなかったか？ベルボーイがいれば最高だけど、まあ、贅沢は言えないよな。普通に来れたよ。ちょっと気味が悪かったけど。ここにまた来るなんてね。ねえ、ジョッシュ、そろそろパーティー始めない？そうだな。マットとエミリー付き合ってんだって？そうらしいね。マイクはどうなの？マイクは今別の意味で手一杯なんじゃないか。はあ。くそ、何なんだよ。凍ってる？当たりだ。他に入り口は？そりゃあるけど、鍵はかかってるぜ。そこを曲がったとこの窓なんかどうかな。開けられそうなやつ。待てよ、押し入ろっていうのか？君んちなんだから押し入ることにはならないだろ。うん、俺が通報しなきゃな。ああではお先にどうぞ。やあシリ。はい、クリス。調子はどう？まあ寒さでブルブルってとこ。ここが微妙に不気味ってのもあるけど。確かに変な感じはするよね。でしょ。マット、久しぶり。アメフト姿じゃないのは慣れないね。ああ、まあまあさ。そっちは？それでエミリーとはうまくいってるの？ 100% ね。予想外だったけどいい感じだ。で、アシュリーと会った？ああ、うん。そう、それはよかった。アシュリー、元気だった？元気そうだったよ。なんで？別に。今日のアシュリーいい感じだったよね。目立たないけどいける感じの子っているじゃん。あの上着をパッと脱がしてスノーエンジェルでも作りたいな。どうだ？おい、やめろよ。お前が動くつもりないんならマイクに取られちまうかもな。ちょっとほっといてよ。落ち着けよ。ちゃんとお前にもついてるかチェックしただけだよ。ああ。おい、いいか、この綺麗な景色を見渡すんだ。親はいないだろ。こんなにチャンスがあふれる完璧な状況はそう簡単に作れるもんじゃねえ。お前とアシュリーが二人っきりになれる土台は十分だ。お前は完璧な紳士だった。ここで一発決めろ。分かったな？かもね。お前はハンターだ。恐れも情けもない。いいか、あっという間に落ちるさ。はいはい、分かったから。もう。それでどうやってうちのロッジに押し入るつもりなんだ？そんなこと一言も。考えあったんじゃねえの？早くいいアイディア出せよ。じゃないと可愛いレディ4人のケツがみんな凍っちまう。そんなことになったらやるどころじゃなくなっちまうぜ。それはまずい。凍ったお尻は嫌だな。
よし、いいぞ、天才くんのお出ましだ。いいね。大丈夫。クライミングの授業受けときゃよかった。体育のこと？そうそう、ロープを登るやつ。お、ん？僕のせい？多分違う。ほら、これ使え。そうだ、クリス、いいこと思いついたぜ。本当？最高に。何さ。いいか、確か洗面所の一つに俺のデオドラントが置いてあるはずだ。そいつと一緒に使うんだよ。全然わかんないよ、デオドラントどう使うのさ。スプレーだよ、吹きかけろ。ああ、なるほど、納得。火炎放射器さ。子供の頃思い出すよね。ああ、前にやっただろ。スプレーをライターに向けてプシュプル。凍った鍵にバイバイ。その通り。あとは任せた。俺はちょっと別の用事がある。ちょっと暗いけど大丈夫そうか。まあやるしかない。安全を祈るぞ、旅人よ。何かな。いいね。は？今のなんだ？クリス、何なのよ。え、なんでわかったんだよ。もういいから早く鍵を開けてよ。了解。申し訳ない。いろいろ調べてみましたが、我々にできることはもう、彼は自由の身です。法的にも彼の行動を制限することはできない。もし詳細をお聞きされたい場合は私にお電話をください。以上です。そうか。
なんだよ。もう。これだ。寒くて凍っちゃいそう。どうもありがとう。今週もよろしく。ったく、なんだよ。くそ、脅かしやがって。今の何？大丈夫？多分クマかトラって感じかな。うわ、ちっちゃな赤ちゃんいたちじゃない。赤ちゃん？平気だよ、お前も大人になれる。暖かい我が家だぜ。これのどこが暖かいって言うんだよ。ああ、ほんと中に入れてよかった。寒いけど外よりはマシ。火を起こしてくるよ。全然変わってないな。誰も来てないしな。警察が出入りしてたでしょ。さ、最近は落ち着いたんだよね。ああ。よう、みんな元気か。やっほー。よう、はい、久しぶり。まあ、くつろいでくれよ。ああ、そうする。もう信じらんない。気持ち悪いんだけど。まさか顔ごと飲み込むつもり？エミリー、私が来たからって見え見えすぎるんだけど。あんたのものに興味ある人なんかいないわよ。あれね、今なんか言った？ああ残念、色仕掛けに夢中で聞こえなかった。自分が振られたからって超感じ悪い。ああ、大勢の中の一人になれたってことね。おめでとう、よかったね。ハイスクールクイーンに何言っても無駄よ。エミリー、よせ。あんたは黙ってて。間抜け男は引っ込んでな。ちょっとあんた。ああ、マットをいじめていいのは自分だけ？あんただけのおもちゃってこと。あんたほんと最低。あっそ、あんたが何考えようとどうでもいい。少なくとも私は学年トップ。あんたはせいぜい体でも張って仕事探せば。私には美貌っていう味方がついてるから成績なんて関係ないし。やめてよ。そんなお尻じゃ腐ったパンも買えないんじゃないの？本気で言ってる？それで侮辱してるつもり？あの女ラリっちゃってるんじゃない？ジェス、お前もいい加減黙れ。いいか？いやよ、あんたこそ他人のことに余計な口出しするのはやめたらどう？せっかく楽しくなりそうなのに。もうこうさん、本気でやる気？いいよ、私はマジだからね。やめろ。俺たち喧嘩するために来たわけじゃないだろう。こんなはずじゃな。10分も仲良くできないようなら一旦頭を冷やした方がいいかもな。マイク、俺が前に話した例のコテージを見てこいよ。なあ、わかった。なあ、行くか。あの女がいないならどこでも。その道を上がったところだ。やれやれだな。ああ、じゃあジョシュ、火でもつけるか。あれ、バッグは？え、バッグよ、ほら、ピンクの柄の小さなバッグ、ロデオで買ったやつ。マット、ね、聞いてる？やだ、ちょっと覚えてないの？私がヒール買った靴屋さんの隣にあった店よ。あなたレジの子に見とれて棚を倒しちゃったでしょ。あれは、あの子がスタジャンのことを聞いてくるもんだから。彼女はあなたのダッサいジャケットに見とれてたってわけね。俺のジャケット嫌いなの？マット、私のバッグ。おい、エミリー、どうせ家に置いてきたんだろ。私がバッグを忘れると思う？いや、どうなの？あ、いや、あなたがケーブルカーの駅に置いてきたのよ。行こうよね、すぐだから。その後は温めてあげるわ。よし、わかった、行こう。私はお風呂入ってくる。